あ、今めっちゃしてきた、めっちゃしてきた。めっちゃしてきた。めっちゃしてきた。お疲れ様です。お疲れ様です。まあ今日はなんだけどさ、はい。めちゃくちゃ面白い企画を持ってきまして、はい。もうそろそろもう10万人じゃん。そうですね。まあ今日の動画で多分20万人ぐらいいくわ。10万か。まあプラス10万ぐらいいくわ。はい。なんすか。なんか最近さ、ちょっと運動したいとか言っとるやん。はいはい、はい、で、ランニングマシンも買ったじゃん。買ってましたね。多分やってるんだ。多分やってないで、はい、最近運動してないじゃん。はい。なんか東洋医学とかやってさ、あ、そんなか運動とか東洋医学とか全意味わからんこと言っとるもんで、はい、まあ、今日ちょっと運動させてあげようかなと思って。運動させるんですか。はい。で、今からね、社長来て俺現場に撮影しに行くんだ。あの、社長絶対コンビニとかやるんだね。その、職人たちにさ、ジュースとか買っていくんで。ああ、そうですね。で、手前でコンビニ寄るじゃん、絶対に。はい。で、まあコンビニちょっとおいでって言うからなんて。なんでどうせ俺が運転しとりゃん。いつも俺が運転、もう最近疲れてきたんだよ。ちょっと2人が嫌なんだ、あんまり。はい。社長と2人の空間が嫌だで。はい。俺とたまには1人でちょっと現場行きたいなって思うからさ。ちょっと途中のコンビニで社長置いていこうかなと思って。また怒らせるんですか。怒っちゃう？怒りますよ。怒る？だって最終的に、あれ回り回って僕が怒られるんですか、ね、僕のせいにされますね、いつも。もう やめてくださいよ、もうなんか。いや、大丈夫。お前でも結局あれだろ、伸びたらいいんだろ。まあ確かに。お前の編集の仕方もあるわけじゃん。まあそうですね。だろ？最近、もう飽きられてきてません？最初、切れるシリーズみたいな。あ、切れる系。最近やりすぎなので。そう、何したっけ、居酒屋で切れるやつ。あれもなんかもうやばくないですか。あれやばいよ。やばいっていうか、なんかコメントで叩かれてたよな、あれ。なんか、マジで泣いとる、あのが。ガチ泣きじゃねえみたいな。ガチ泣きじゃないでしょ、普通に考えて。ちょっと惹かれてましたもん、だって。なんか。ガチ泣きだったら俺も焦るわ、そんな。一応ネタでやってるやつだもん。そんなもんガチ泣きで泣くわけねえだろ。バカか。まあ今回はまあどこまで行っても検証だから別に。はい。切れるとかドッキリとかじゃないから。はい。まあ社長が走れるか走れないかっていうね。はい。まあ普段だってランニングマシンやっとったら走れるじゃん。まあそうですね。だろう。はい。だって別にお前が怒られることはないから心配すんなって俺に任しとくよ。ちゃんと見せますよ、この動画も。この冒頭の部分も。まあでもお前どこまで行っても走れん、あいつが悪いだろ。走れんやつが悪いだろ。そう、日々ルームランナーやっとけばちゃんと走れますもんね。そうルームランナーやっとけばいいの。あんなジムみたいでバリバリなんかなんかすげえのかとってさあんな巻いちゃって動画見た？マックス16キロぐらいこんなんだったねって思う。多分あれ1でやったらマラソンランナーになれるぞお前。多分普通にだからまあ今回どこまで行っても検証だから。はい。 OK？ 分かりました。いける？わかりました。じゃあ、ついてこいよ。守ってくださいね、ちゃんと。守ったら、任しとけ。数字が物語っとるで。分かった。ありがとうございます。じゃあ、行ってみようか。はい。行ってみましょう。久々だな、防水は久々だな。防水、なかなかないっすよ。ああ、暑いね、しかし。疲れてるんです、こいつ。びっくりしょやっとんの俺ら修学旅行見てやほとんど使わくないの、移動中の映像感。ああそうそう、求人サイトね、結構今うまくいっとんだ、はい、あれもう結構100人はいってないけど100社ぐらい、会社は結構増えてきとるで、まだ無料だでね今のところは。増えちゃったらもう有料化しようかなと思ってるけど、はい、まあ一応1年ぐらいは無料でもいいから。ああ美味しいよな、300万400万かけてサイトつけて、もうバージョン2の打ち合わせ始まっとるしな。美味しいですね。うん、うん、で視聴者もしこれ登録しとる人おったらそれ無料で使ってるんです、せめてコメント欲しいから、もっとこういう風に使った方がいい。俺友達とかさ、同級生とかも結構使ってさ、なんかいろいろ教えてくれるんだ、もっとああいう風にしてほしいとこういう風にしてほしいって。でそういうのが蓄積されてもっと良くしていくじゃん。はい。である程度まあ有料化までにはもう改良を進めたいなと思ってるので、だからまあこの金額でこのサービスだったらいいなってなるじゃん。じゃあ職人さんもうち来ただろう、あれ。そして求人道場から。求人道場からですか。来ただろ、足場あれ見て。うちはまあ僕がおるんで、昨日も来ましたね昨日も中学生が。お前それインコで捕まるぞそれヤマヤマヤマお前インコやんけお前中学生。ちょっとコンビニ寄ってくれよ。コンビニ、はい、了解。
ジュース買ってなかったの。どこですか、ファミリーマート、ミニストップ。なんでミニでそんなお前ジュース買うんだよ。こいつ張り切ったバカだよ。お前らがどうせカットだったよ、お前。このモザイク野郎が。ちょっとこいつ髪型が、ちょっと見て見て、視聴者の皆さん、これ見て。これちょっとこっち見て、こっち見て。はい、ちょっとこれほら、もうゲロも、こっち、棒上げたらもう、こっち、こいつお前ネズミみたいな生命力だなと思って。やべえなと思って、お前もう髪の毛完全復活しろやなと思って。焦ったもんな。じゃあコンビニ行ってよ、コンビニ。あ、コンビニ行ってよ、お前。もう、セブン、セブン。喉乾いてる。はい、潤わせろ、俺の喉。阿部ちゃんも欲しいし。はい。何人職人？現場。職人2人っす。2人？はい。まあ何？コーヒー？あー、僕。お茶でいいか。お茶でさえ。はい、お茶でいい。はい。正面の仕事は。はい。しまったな、着替えるの後が良かったな。そうっすよ。悪そうな顔してましたね。前乗れ前乗れ。わかりました。後ろから取れんだろう。後ろから取れんだろう。じゃあちょっとランニングマシンで走っちゃおうのか。そうっすね。ちょっと体力ついてるらしいだよ。そうっすね。もうちょっと体力を見してもらおうか。はい、とりあえずちょっとそこら辺待機しようか。はい。おちょうどまあ楽だわ本当に。いつもな、後ろから言われるでよ、お前よ、バカ野郎、この野郎。まあ楽だわ、今日は。気が楽だわ、本当に。ちなみに、防水の現場は？防水の現場？行かねえよ。行くわけねえじゃん。ただ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 だぞ、お前。行くわけねえじゃん。行く必要ある？行く必要ないですね。ないだろ。いないですもん、だって。だろ、俺だろ、防水。じゃあ、で、ここでちょっと待とうか、はい、社長。社長、ちょっとここ今どこか。来た。うん、見てますね、僕。来た。あ、来ました。気づいた。そう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 。めちゃくちゃそれ。気づいた。気づいてないっぽい。気づいてない。気づいてはない。気づいてない。気づいてない。めっちゃ顔怒ってる。怒ってます。お疲れ様です。あっ、乗り出して、乗り出して、乗り出して、怖い怖い。乗り出して、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 あ、おかしいよ。あ、まだ閉めろ。あげろ、やばいって、やばいって。はい、あげろ、お前。あ、赤だろ、お前。まあ、いいんだ。なんだこれ、動画。あげました、あげました。ちょ、お前ら何や、これ。ちょっと乗ってください、赤になっちゃいました。赤になっちゃいました、知ってる。赤って見たもの、あったんだって、また何これ、動画。はい、動画ですね。一応動画回します。なんか最近なんか運動不足なんで。運動不足じゃないって、ランニングマシンで走っとるから。え、結構バテてますよね。熱いね。これで、これで何サーフ？あ、そう、僕です。あれだろ、サーフ。え、何？いいじゃねえだろ。俺を捨てたんだぞ、お前ら。お前のサーフが普通だよ、お前。取ってこい。俺捨てたんだぞ、お前。盗まれるの？俺盗まれる、盗まれる。俺盗まれるでしょ。おい、お前の携帯投げてみるか。じゃあ、あいつのやつ取れ。あいつのやつ取れ。あいつのやつ、あいつの財布取れ。お前必死になんな。や、守ってくださいね、ちゃんと。守ったら、守ったら任しとけ。お前仲間を裏切んな、お前。はい、はい、お前。触んな、お前、気持ち悪い。守ってくださいね、ちゃんと。守ったら、守ったら任しとけ。おいって、お前やめろ。運転手だと危ねえぞ、お前。危ないって。めっちゃ、お前やめろ。危ないって。守ったら、守ったら任しとけ。お前、ほんと運転手だぞ、お前。じゃあ、お前、決心つかまると思うぞ。
合わせないと現場行けへんぞ。はい、どこの現場に行く予定なんですか社長。あ、防水の現場だろ。防水の現場っすか。他の。はい、どこのだけ。この企画のためだけ防水の現場ないっすね。嘘でしょ。最初あれどっか止め直したんかなと思ったの。はい、でなんか外に止まったんや。はい、で俺もうあれかなと思って、なんか最初車がなんか邪魔になったんかと思ったけど、はい、お前がもう動き出した瞬間に、あ、もうドッキリだと思ったもんね。疑いが確信に変わったもんね。あ、もうこれまた企画だわと思って、これ走ってあげんといけんやつだと思って、走ったらといけんと思って。走ったったお前、まあまあ早かったな。でもまあそうですね、赤信号で止まらんかったら全然逃げ切れましたよ。ちょっと逃げ切れましたよ。まあ入り決まってるやんけ。アホかお前、どういう表現だよ。ほんとバカだろお前。うんと、まあこれじゃあグッドボタン評価、はい、評価といいねつかなかったらしばきりみんなつけやってね。伊藤だけですね。俺にグッドボタンつけてよこれな、お前らにじゃなくて。こんな社長なのに走らされて、ジュースも無駄に買わされて。確かにそうっすね。なあ、防水の現場もねえし。ただ走って帰るっていうだけじゃん。今日の業務。事務所戻るのこれ。もう今から事務所戻るところっすね。事務所戻るよ、お前。隠した。じゃあ皆さん、チャンネル登録といいね、はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まあとりあえず事務所戻りますか、社長。せいだな。もういいやろ、それだけあるでしょ。はい。そうですね。ぜひチャンネル登録といいね。よろしくお願いします。バイ。また見てね。疲れた、マジで。